新日本のわけポッドキャスト。皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。待ってました。マルコです。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫もっと新日本のわけという落語会をやっておりましたが、今後はそのスピンオフの落語会、そしてここの宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まず私がレイレイ社マルコ、そして立川星野です。はい、友達がいませんいや、いるじゃないですか、竹平さんが一人だけじゃない一人だけじゃない一人だけじゃんって言うけど、一人いるってすごいことよ。最近広瀬さん見てみ。そう、いないよ篠原さんとはもう会やんないです。篠原さんは一回あそこで終わりになってるんで、その後、その後3年ぐらいやったんですけど、まあその後はもうずっと5年か篠原さんと一緒にやってるんですけど、はい、そんな三遊亭マキスです。そして我々のプロデューサーがこちら、はい、広瀬和夫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと私的にちょっと嬉しいことがあったので、どうしたの、ご報告をさせていただきたい。拾ってるのを食べてもお腹壊さなかったんでしょう。いやいや、それは壊さない。どっかでエビの尻尾でも、エビの尻尾拾って食ってもお腹壊さないけども、すごいじゃん。そういうことじゃないんですよ。うん、ね、私の師匠、レイレイ社馬風、実はですね、ちょっと正月からですね、この春先にかけて、結構危なかったです。それが嬉しいの？いやいや、それ正月からって結構長いよね。そうなんです。結構もう予選を休んじゃって、あら、ちょっとね、実は覚悟してた部分もあったんですけども、うん、今見事復活しまして、いや、体調も良くなって、よかったね、今、猫八襲名に出演しております。はい。いやー、はい、よかったわ。いや、本当にもう良かったですね。そうなんだ。いや、僕よくそんな表情も見せずに今までやってたよね。本当だね。なんか、だから僕も猫八先生のね、広め、猫八襲名、五代目猫八ですね、はい、の鈴本の千秋楽行ったんですけども、馬風師匠、まあ、椅子には腰掛けられてましたけど、でも元気に広め、工場でみんなをなぎ倒してたんで、そんな風には見えなかったですけどね。だいぶ回復しましたね。私は大初日に行ったんですよ。だからその10日前に、はい、9日前か行ってるんですけど、はい、その時はだから復帰して一発目だったんで、もう声が出ないって言って、割とちょっと体調は良さそうだったんですけども声が出ないって言ってましたね、はい、でもそうやって10日目にはね、なぎ倒しができるぐらい復活したら、これはもう本当に嬉しいことですね。どんな感じだったんですか？年末に飼い猫に噛まれまして、手がパンパンに腫れちゃって、その飼い猫に噛まれたっていうのは比喩じゃなくて、いや本当です、中指、比喩は犬でやりますよね、なんか弟子の、いやいや弟子が噛みつくわけないじゃないですか飼い犬でも噛みつきそうな人いるじゃないですか。いや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 、いませんって。大丈夫です。本当いないですよ。飼い猫にね、中指の付け根がの骨に食い込むぐらい、そんなに噛まれたの？噛まれて、なんでだろうな、なんで分かんないですね。一番可愛がってた猫に突然噛まれたらしいんですよ、で手がパンパンに腫れて、まあ、抱き入っちゃったな、抱き入ったでしょうね、で師匠は腎臓が悪いんで、抗生物質が打てないって言われたんですよ。ってことは自分の免疫で治すしかない、大ピンチじゃん。で、あの年数84ですから、言って漢方探すから俺いやもう治ったの、治ったの治ったのそれ本当に心配だね。で、それ聞いてて、で、それからずっと寄席休み始めたんで、これはちょっといよいよかなと思ってしまったんですね、でも、いや本当復帰して、今元気にやってます。雑菌が入ると破傷風みたいなことになるってことですか？まあそれに近いんですよね、要はばい菌で腫れちゃうってこと。まあね、本来だったらね、その免疫力でそこまでひどくならないものが、ただでさえ弱ってて、しかも薬も使えないとなったら、そうそう、怖いじゃないですか、ね、それこそ、放火式炎みたいなね、泥の中で傷ついちゃって、放火式炎みたいな、なると、お相撲さんがよくなるやつですよね。手をね、切り開くんですよ。そう、で、生み出す。そうそう、嫌気性なんで、空気に触れると死んじゃうんですよ。ああ、なるほど。血液をこうね、バッと出すんですね。へえ。肉を。ね、そういう、そこまでいかなかった、ね、そんなやったらもうハリセン持てないじゃんいやもうやってねえよハリセン大魔王何十年前の話でハリセン星野さんもそんな知ってるんだ知ってますよ。そうなんだ。テレビで見てましたもん。やってたの？東金でも
東金は東京近いからギリギリ電波入るのよ。そうなんだ。やってるんだテレビ。スカイツリーができたもんね。スカイツリーの時じゃないから、東京タワーの時。あった。うん。電波。あったあったあった。すごいよ。で、危なかったよね。そうそう危なかった。いやそれでね。猫に噛まれたんですけども、復活して今猫八襲名の工場になっておりますのでそういうことね、皆さんあの来てくださいねって話ですね、はい、いや猫の恩返しなんですね。そうですね。いやあのコロナで死にかけた時もねちょっと覚悟しましたけどね。あ、60日入院してましたから。幸い俺師匠まだ若いし、はい、そんな死ぬとかっていうことは覚悟するような段階でもないから。失礼です、おいくつなんですか志らく師匠は。待ってね、今計算するから。計算、うん、計算必要なの。うん、59、60。今年60。うん、ヒロスさんの2つ下と思うんですか。3つ下なんだと思うんですよ。だから59なんだと思うんですよ。59、京太郎さんとか白鳥さんとかと同い年ですよね。あー、なるほど、うん、あの世代ね、盆蔵師匠も確か60とおっしゃってたような気がする。まあ、そのあたりですよね。そう、だから、まあ、うちの師匠の、その、また師匠、男子師匠じゃん。で男子師匠亡くなった時っていうのはさ、もうすごい混乱だったし、はい、誰も知らないみたいな状態だったから、はい、いまいちピンときてないしね、自分自身も。だからその自分の師匠がこの世の中からいなくなっちゃうかもしれないって正直真剣に考えたことがないんですよ。そうですね、リアリティとしてはね、うん、そうだからそれをちゃんと考えたわけじゃん、マルコとしては。そうですね、やっぱそうなると、うん、このままじゃいかんと、うん、その場合ってもし、まあ、万が一のことがあった場合って、はい、どっかの一門に入るんですか。いや真打ちはもうそのまま一本立ちですね、うん、なるほど、はい、で一門バラバラですか。まあ大体こういう時はバラバラになっちゃいますよね、うん、特にあの前回コロナで60日入院してた時の方がまあやっぱりあの電話してもうち誰も出ないみたいなのが続くと、うん、すごいドキドキしました、ね、あこれはいよいよかなみたいな。やっぱり心細くなるもんですか。そうですね、何日かけても誰も出ないっていうのはやっぱ怖かったですね。なるほどな。いやー俺はちょっとまだ全然イメージできないもん。いやでも普通ね、この80いくつで患ったらもう復活できないですよ、うん、そうだね普通はそのままフェードアウトしていくんですけど、うん、いろんな師匠見送ってきましたけど、大体この年で患うともダメですね。それが復活してるっていうのは本当にすごい。普通にあの楽屋外伝やってましたよ、はい、それが今の肖像だやってましたよ。へあの生命力っていうんですかね、うん、強いんだね、そういうのね。でもいずれ考えなくちゃいけないことだもんね、それはね、うん、昔の師匠の食生活とか考えると絶対死んでますからね。そうだよね、ひどいもんね。焼肉食ってスナックでウイスキー一瓶開けて、うん、で、締めにラーメン食って、うん、夜中にハンバーガー食ってたと。それいつ頃までですか、何歳ぐらい。60代手前ぐらいはですね。いやそれはすごいな、やっぱタフなんですね。そこで糖尿で倒れて、うん、でそこからおかみさんが徹底的に栄養管理するようになって、うん、でまあ今この年まで生きてるんですよ。あの辺の世代はなんかおかしいよね、いろいろね確かに、うん、そうです体 の、 その食生活もおかしいし、うん、それこそあの睡眠とかもさ、はい、話聞くと全然取ってなかったりするしさ、はいね、寝ないで遊ぶみたいな話とか山のように聞くと、はい、この人たちは同じ人類かって思うよ。本当ですね、タフですよね、うん、俺はほらあの何 芸能の世界では放送作家の人たち の、うん、その上の世代がすごい仲いいから、うん、やっぱ話聞くと、うん、やばいもん。あ、そうですか。うん、でもう自分が、30代でもう向こうは、まあ、20違うとかだから50とか60が、うん、食べる量で負けるのよ。へえ、この後ラーメン行くんですかみたいな、ちょっと無理ですみたいなんだけど、その集団みんなでわーっと行ってて、うん、やっぱバブル作ってきたってこういう人たちなんだっていうのを、なるほどね、うん、やっぱあのパワーがないと元気な日本って誕生しなかったんだなっていうのをすごい感じる。タフなんだよね、尋常じゃない、同じ人類とは思えない。
だからもう我々の世代はもう全員草食系で、あれから見たら。コンペイ師匠がいっぱいいたんですね。そう。その何、その異性に対する執着もすごいし。はい、その、なんて言うんだろう。その、要するに昭和、今で言うさ、うん、昭和のパワハラみたいな雰囲気はない。いくらでもあるよ、そんなもん。あ、そういう雰囲気もある。うん、いくらでもあるけど、やっぱあれぐらいエネルギッシュだったら、うん、ああなるんだろうなっていうのが納得できちゃう。だから今やっぱりそれできないのはできないわけでしょ。で今で言うと、そのうちの弟子とか見てると、あ、このエネルギー量しかないなら、うん、殴ったら折れちゃうなっていう、うん、でも上の世代は、まあ、正直丸太でぶん殴っても平気だろうみたいな、うん、エネルギーを発してるって意味ね。なるほどね。そうだからね、あ、ここも生き物が違うと思って。なるほどね、うん、そうか。多分その比べるのは一概には難しいけれども、その俺なんかより上の世代がパワハラと感じずに受けてたものっていうのは、そんなでもない感じだから、ああ傷ついたとかじゃなく、あ、ちょっとすりむいちゃったみたいな感じだけども、同じことを下にやっちゃうと、もう、ああもう死ぬみたいな、同じ痛みの量かもしれないんだけれども、受け止め方が全然違うっていうのをすごい感じる。あの人たちのあの無尽蔵に出てくるエネルギーはもう信じられないもん。ジジイのくせにとか思ってたけど、すいませんって最後になったもんね。まだ食べんの、まだ食べんのみたいなので。へー、やっぱね、それはね、犬に噛まれたぐらいじゃくたばんねえよ。猫うちの師匠とコンペイ師匠がもう率先して、うん、若手をね、こう飲みに連れ出したりとか。そうでしょう。あと真打昇進だと、うん、今日はどこ行くんだってね、うん、めちゃめちゃたかって京太郎師匠なんかね、軽自動車1台分ぐらい飲まれたって言ってました、ね、師匠に代わって頭下げておきましたけども、うん、へそうなんだよね。大騒ぎするんですよ。バッ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 とか言ってね、うん、でもうたまりかねて京太郎氏は池袋ですね、あの、うん、30何日目に、あのもう表に出て、バフとコンペがいるところで、あの言ってはいけない4文字を路上に叫びまくったら、うん、もう帰ろうっつってね帰ろうかっつって、そうか。だからあれですよね、その越谷さんが言ってたその放送作家さん世代っていうのは、うん、まあだから僕と同じぐらい。ああそうですね。世代的に60とか。うん、広瀬、まあそこを一番下に、そこから上みたいな。そこから上ね。はい。だからそれはあの例えば、バブルを作った人たちでしょ、うん、で。さらにその前に高度経済成長を作った人たちがいるんですね。ああ、もっとすごい。もっとすごかった。猛烈社員と言われた人たちですよね。その前戦争してた人。そう戦争した。そっか。だからそこはね、どんどん生命力がなくなってるのかもしれない。広瀬さんの感覚としてはどうですか、自分の上の世代、うん、この音楽の業界の上の世代の人。やっぱね、なんかエピソードとか聞いても、あの10個上の人たち聞くとすごいよね。そんなバイタリティがあるのかっていう。やっぱりどっちかっていうと、あの何て言うんだろう、まあだから開拓していくエネルギーですよね、うん、だからそれはね、レコード業界もそうで、そうむしろその今やってる雑誌よりもレコード業界にそれをすごく感じて、うん、まあ、レコード業界って、あの日本でいうと芸能界じゃないですか、うん、でそれと同じような感じで、もっと自由な感じの洋楽をやってた人たちがいて、うん、その人たちの自由さとバイタリティってのはものすごいですよ、やっぱり。だからあの洋楽を作った人たちみたいな、これって戦後にずっとその、まあ、だからそれこそビートルズに始まりぐらいのところで、じゃあ70年代のロックとかを売ってきた人たち、その人たちが80年代にもこうだからまだ偉いままいて、その勢いでやってたから、うん、その時代の洋楽って強かったんですよ、うん、で今レコード会社にいる人たちだから、 僕ぐらいがまあギリギリそれを、うん、だからレコード会社時代も僕も新入社員で3年間の間にずいぶんいろんな仕事やったんですけど、はい、で初めてやるようなことをね、新しくレベル作ったりとか、うん、酒井紀子をスターにするあのプロジェクトに入ったりとか、うん、いろんなことやってたんですよビデオマガジン出たりとか。でも考えると、その頃の新入社員の僕から考えて、今のレコード会社の人たちって完全にサラリーマンとか、定時に帰るとか、うん、僕らの頃は、僕らのことでさえ、だから上の人たちがいたから、うん、だから定時に帰る、もちろんそういう人もいるんだけど、
さあじゃ あのどこに飲みに行こうっていうのはやっぱ毎晩だし、うん、でもそのディレクターさんたちが行くようなところってやっぱ芸能人がいるところ飲みに行って、うん、っていう世界をなんか肌で感じるっていうような感じが、うん、今はもうだから洋楽なんか本当にサラリーマン的だし、多分邦楽もみんな、うんうん、サラリーマンとしてやってるんじゃないかなって感じですね。そこはもう全然違いますよ、うん、やっぱりそうなんだ、うん、やっぱりだから僕ぐらいまでがギリギリ、うん、そうかもしれないですね。僕がまだレコード会社にいたら多分結構偉くなってるポジションで、ね、うん、僕の1年先輩ぐらいがビクターの社長になってたりする、うん、だから僕がそのまま行ったら、だからそのそこそこなポジションに行ったと思うんですけど、そうしたら今の若いやつらだってものすごい言ったと思う、うん、ものすごい言ったと思う、なんなんだよ、もうちょっとさ、うん、こうできないのかと、うん、行って頭下げて売ってこいとかね、うん、なんかそのプロジェクティブな感じがするじゃないですか、変な、変なこう表現ですけど、いやそのプロジェクト、ね、そんな俺綺麗なもんじゃないと思う、そうなんだね、うん、もっとね混沌としてて、ほ、うんとね満吉ちゃんにね見せてあげたい、千田光男さんの楽屋での下品さ、ほんとにもう愛想が尽きるほどの下品さなんでね、なるほどね、うん、あの何の気なしによ、千田さんは向こうで喋ってて、うん、こっちはこっちで喋ってる時に、うん、あ、こちらこちらって言ってスマホの画面見せられるのよ、ひどいのよそれが、ちょっと今やめましょうよみたいな、へー、いっぱいいっぱいいっぱい、もういいいいいいからみたいなことなんだけど、はい、それが面白いことだし、若い人たちにサービスしてることなんだけど、俺からするとドン引きなんだよそれは。でも、もうこれは無理だ、世代の違いだよっていうふうに自分の中で決めるしかないぐらい理解できない。でもこうになってるからさ、うん、そのつまり変な話だけどさ、この世代間もそうだけど、うん、横もこうハサミ入れられてるみたいな感じがするわけだよ、おいらからするとさ、そう、うん、だから世代の塊を世代で受ければそんなに圧はかかんないじゃん、うん、世代の圧を一人で受けるとやっぱきついわけですよ、そういうふうに。でもさ、それはだって俺たちの方が人数少ないんだもん。人数少ないけど、でもプロジェクティブなわけですよ、つまり一つのことを何人かでやっているグループなわけです。グループっていうと、うん、その表現がまた分かんない難しいんですけど、うん、有機体としての塊同士がぶつかってるのには、どんどん難しかったっていうことが、いやいや、イメージですけどね、なんか分断がやっぱりそれを生んでるような気がするんで、一人じゃ抱えきれないけど、うん、その有機的なつながり同士のぶつかり合いだから、うん、パワハラも一人から一人じゃないか、あの俺が殴ってきてやろうか、あの先輩を、うん、っていうやつがいるかいないかによって全然その殴られたことの圧の受け方が変わるわけじゃないですか、うん、変な話ですけどね、うん、それがプロジェクティブっていうのは要するに一個の世代が何を目指して自分たちの世代をアピールするかということ同士のぶつかり合いというか、うん、上の世代はそれが目的だったかもしれないけど俺たちは違うんだよっていうことがオイラっていうね、うん、俺たちのくくりで考えられるかどうかっていうのがエネルギーのその集積量に変わってくるような気がするというか、で一頭の恐竜が死んでしまっても種族が違うっていうのは多分、うん、生き物の違いっていうのは多分そういう違いなんですよ、多分種族としてみんなで狩りをするか一人であの小さい生き物を捕まえて食べるかっていう違いだと俺は思うんですよね。でそれはなんか体感的にそう思うっていうのは、うん、やっぱりなんか集積されるエネルギーの違いっていうのはおそらくその恐竜一頭の石油で、うん、からできる石油の量と、うん、バタバタってたくさんまとまった恐竜からできる石油の量との違いで、うん、だからそれやっぱりあの分断一人ずつが個々になっているっていう感覚がすごいあるんですよね、浮遊するっていう。そうするとね、あの圧をやっぱこらえきれないっていうなんか体感的にそれができないっていう感性になっていくんじゃないかと思うんですよね。うん、まあ、ちょっとだからそれとは違う話になってしまうのかもしれないけど、その僕がだからレコード会で入った時って、はい、自分の新入社員の時って4人しかいないんですよ。はい、でしかもあの全然バラバラで、はい、僕が行ったところには全部10歳年上の人たちなんですよ。はい、でさらにその上もいるんだけど、だいたい10歳年上の人たちと普通に行動すると、だからなんていうか、あのコンペ師匠とか馬風師匠の飲みみたいのが、まあ、やっぱり毎日あるわけです。
朝まで飲んでるのが普通っていう、はい、でそれにだから僕が自分でレーベルを一人で作った時も、お前一人でじゃあ全国の営業所回ってこいと、はい、お前が一人でやるんだと、お前が作ったんだから、はい、って言って、そうすると各営業所に行くと地元の、例えばライブハウスの人とかと、まあ、朝まで飲む、はい、朝まで飲むとお前は見込みがあるって言われるっていうね、はい、その世界ですもうお前は偉いぞって言われるっていう、もうその朝まで飲むことがイコール偉いことなんていうのは、多分今もうそんなこと言われてもあれだろうし、僕もたまたまその飲むのが好きだったからなんかもしれないけど、でもやっぱりそんなのは嫌だっていう同世代もいたと思うんですよ、ギリギリ僕の世代は。でももう10個下になったらみんなそれはいやちょっと勘弁してくださいになると思うのね。だからまあ世代の中で言うと僕なんかの世代はまだまだ一応あのそういうのが分断はそんなされてなくて、そういうやつはやっぱりいるよねっていう感じあったと思う、はい、多分なんかこそれあれだと思うんですけど、そのかんその良し悪しを別として会社を背負って何かをやるっていうことができるっていうことですよね。そうそうそう、でそれを楽しいと思ったんですよね、うん、それが、ね、成長が己の成長とリンクしてるという、そう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 、そこがなんか有機的なつながりがあるというかね、そこはやっぱ、ね、今あの何でもコンプライアンスとかハラスメントとか、はい、割と浸透しちゃってるんで、お互い結構気使うじゃないですか、うん、あ、飲みに来るの嫌だったら来なくていいよみたいな、うん、でもそれだと分断になっていくんですよね。分断はもともとでも進めた、ね、うん、そのいいと悪い別にして、うん、飲めるやつだけついてこい、ね、朝まで働けるやつだけついてこいって、そういう集団のパワーはあのやっぱり力を生むんですよね、うん、だから逆だと思うんですよ、分断する方が先なんですよ。なんでかって言ったら単価が下がる、個人の方が3人よりも1人の方が単価が下がるじゃないですか。エネルギーも必要なエネルギーも単価にした方が少なくなるから、だからどん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 1個個々にしていった方が そこから100円ずつ取った方が儲かるっていうシステムになっちゃってるんだよ。なんかデジタルの世界になっちゃったらデジタルって言い出した時は話2割ぐらいでいいと思います。デジタルの場合は QR コードの時代、そうそう、 QR コード的に言うとね、だから個々の単価、例えば1人から100円ずつ取るっていう金の計算の仕方になると、それがそれを1億集めるっていう計算でなってくると、1人から10億取るっていうこととはちょっと商売の仕方が変わってくるんじゃない。で一人一人から少しずつだけ、だから元気玉と同じ考え方ですよ、うん、オラにちょ少しずつ元気をくれってやつだよ、うん、あれででっかくするっていう感覚になると個々に分断した方がいいわけですよ。それビジネスの形が今だんだんそれなんでそうなったかっていうと、それなんでそうなるかっていうと、やっぱりグローバルのスタンダードになりますとね、グローバルスタンダードになると海外も6人いたのね、グローバルスタンダードってそれやっぱりつまり学生時代行ったきりだよ、誰かのルールを、誰かのゲームルールを適合されるには個人の方がいいわけですよ。だつまり団体だとグローバルスタンダードのルールが適用されなくなっちゃうから、分断した方がいいね、一人一人からいくらか取るっていうルールになっていくわけ、どん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 。でそういう時代って多分どこの世界もそうじゃないかと思うんですよね。グローバルスタンダードはもともと分断の考え方分断なんですよね。でそれは日本が合わせちゃった、はい、そうなんですよね。そうだからそれは多分その、そこに僕は文化の大切さみたいなものが非常にあのリンクしてくると思うんですけど、ただその文化っていうの、文化っていうのもそのそれをカテゴライズするのは非常にね、こう科学かアカデミックになりすぎてて分からないから、あのたもうはしょりますけど、ただその中にの一部としての落語家のやる落語家の活動は何なのかっていうのがベースの考え方として必要なんじゃないかと思ってるわけ。だから落語もプロジェクティブに寄せのシステムを、本来はそういうもんでっていうことですね、はい、そういうことです、ね、それ分断ってそういうもんで、だから例えばじゃあ建て替わりは悪いわけだ。いやいや、そういうことじゃない、システムそれはあの個々のやり方とそれから全体のやり方ってのはもちろん昔からあるわけで、それはお座敷って形態が昔はあったわけだから、それはそれで別にあの、まあ、分けて考える、そこは分けて考えて、そのプロジェクティブに動いてる部分というのをないがしろにしすぎると分断をただ受け入れてることになるから、それはせき止めた方がいいんじゃないかっていうのが根本ベースにあって、でそれはやっぱりあのこれはもうあの言葉にするの難しいですけど、その単価の低いものをたくさん買うよりも1個高いものを買うことで、
その事業、その事業というかその文化を守るっていう感覚自体は残っておってもらいたいと。例えばハサミを買うとなったら、ハサミよく切れるハサミをある程度値段出して買う方が、壊れるたんびに100円ショップで買うよりも1個のものを守ってるっていう感覚があるっていうことを、その感覚自体をどっかに残しておかないと、あの結局全員が同じっていうふうに判断された時に日本としては弱くなるんじゃないかっていう気持ちがあるってことですね。寄席でね、やっぱりその、はい、芸協の寄席で特にその、はい、まあ成金な人たちが中核になってると活気がものすごくあるじゃないですか、はい、であれ、まあ、はっきり言って落語協会はもっと強い球いっぱい持ってるのに、はい、それは個々の力になってるから、はい、それは例えばじゃあ、なんだろう、まあ例えなくてもいいや、はい、あの芸協で個々の力はぐっと落ちていても、はい、それがチームになった時に何か分かんないけど面白く、はい、っていう寄席の在り方っていうのを見た時に、あ、寄席ってこうやると面白くなるんだなっていうのは一つ感じて、はいはい、でもそれも芸協の場合って成金ってあえて作ったものだから、はい、あの意図的に作ってそれを見て あれがいいんだなと思っても必ずしも成功してるとはみんな思わないけど、じゃあ例えばあの文蔵さんや白鳥さんや京太郎さんたちが寄席でどんどん出だした頃、2000年の頭の頃、この頃はあのそれぞれ、うん、全然連携してないのに個々がすごかったから、すごかったんですよ寄席が。北八さんは面白いし、市場さんも面白いしっていうね、歌武蔵さんも面白いしっていう、その世代が個々がものすごく強いことによって集団を強くするってことも可能だっていうことは、その時代の寄席は示したけど、それあくまでもスターの集合で、いやでも野球と同じで、うん、結局その大谷がすごいと、はい、大谷がすごければチームが勝つかっていうのと同じで、はい、結局その個々の強さがそのどこから来るものかって言ったら、やっぱ相対化から来てるわけですよ。文蔵師匠と京太郎師匠の相対化、違うものであると、その違うものが違うものをそれぞれに追求しているという部分がその強さの根本にあると思うんで、うん、つまり連携してないようには見えるかもしれないけど、全く違うことやってるように見えるから、ただそこは連携してるわけですよ。なぜかって言ったら、そこにベースにその相対化があるから。そうなんだよね、はい、その相対化っていうのは、数字の相対化をすると非常につまんないことになっちゃうんですけど、人間が違う、パーソナリティが違うということをそれぞれが認めるということだと、お客さんがそれを受け入れるっていう土壌があるかどうかっていうことが大事で、やっぱり彼らが寄席に育ってるから、はい、やっぱりその寄席の中でってことですよね。そうです、そうです、そこから派生してるから。やっぱりね、はい、立川流でじゃあ志の輔師匠がすごい、ダンシュンさんがすごい、志らくさんがすごいってあって、はいはい、じゃあそれの集合がもし、まあ、この間ありましたけど、はい、3人の会が、はい、じゃあ個々の独演会よりすごいかったら、独演会の方が全然すごいんですよ、はい、やっぱり、はい、そこはそこが違うところですよね。そこは、まあ、あの僕はそこの部分についてはちょっと分からないんですけど、まあ、ただあのやっぱりあの芸術協会がもう翻ってあれですけど、芸術協会がなぜそういうふうに見えるかっていうと、やっぱりイメージリーディングする人がいるからなんですよ。それをできるかどうか、そこがあるかどうかなんですよ。そのリーダーシップとリンクしてるかどうか、でそのリーダーシップとリンクしてるかどうかということが、その表に出なくても全然いいわけです。それがはっきり打ち出されてなくてもいいんだけど、そのイメージをリードすることができる世代が成金だったっていうだけの話で、だからそれをあのそこを意識できるっていうことが芸人の素晴らしいところというか、その世代として受け止められる体力がつけられるっていう部分だと思うから、そこをなくしたくないっていう気持ちが僕の根本的なベースのスタンダード、ね、いけ、うん、いや新日本の揚げポッポー早えよ、告知ぐらいしてよ、はい、そうだよ、告知しないとダメなんだ、振ってちゃんと振って、はい、会議に参加してからでしょ、はい、聞き取るのは。そうだよねこれメガネブトお前、まあ、聞いてなかったの？聞いてるんだけど入ってこない言わんとしてることはなんとなく分かるんですけど、ね、聞いて入らずか聞き入らずか。成金もあの年寄りがすごいって話だから、ね、真っ先に出てたのが宮城で、ね、売れたのは白山だけど、あくまでリーダーこちらくだったのはすごいところだと思いますね。まあそう、いつもつまりあのイメージをリードするということができるかどうか、うん、でそれがあのそう結果っていうか、そこの形になるような方向に矢印が同じになるかどうかっていうだけですからね。それができるかどうかっていうのはかなり大きなことだと思うんですけど。
だからあのその成金が生まれるというその芸術協会が持っている自由な雰囲気というか、それをあの受け入れられるという体力、それはもうもちろん大事なことだし、ただやっぱりその集団で何かをしているという意識っていうのはやっぱりね、このあのまずベースにあって、そこに相対化が生まれ、 その相対化の中で例えばね、あの 草木もそうですけど、多年草の草があるのか、踏まれてもあの 腐らない草があって、その後に大きな木が生えて実がなって、でそれが落ちて下の草の養分になり多年草が生まれて、それはリンクとしてそうなってるはずなのに、ただ一個であのあの放り出されてしまうと一本の木に過ぎなくなってしまうから、それが森である、林である、草木の集まりであるっていう段階をちゃんと減られるかどうかっていうことが、その芸能としての落語 あの体力の根本になるような気がするという。マルコ、わかりましたか？はい、これがスタンダード。根本のわけ。違うよ。告知。はい。わかりましたか？はい。落語家のスタンダードはこれですから。あの寄席に関して言うと、お席亭の意向も結構ありますからね。その見た時に集団で、あ、この集団はすごい力があるなっていうのは顔付けでそうやって組んでるわけですから、うん、この顔付けならこういう爆発力が生まれるなってことを想定してるわけです。芸人の集まりについて喋ってるから、別に予選自体例えばあの世代ってさ、はい、すっごいご飯食べるよね。食べる食べる、びっくりするよね。だからね、猫に噛まれても大丈夫。あー、よかったわ。はい、そんな猫に噛まれても大丈夫な弟子も出る。なんか象に踏まれても大丈夫みたいな。そうですね、もっと真に本のわけ。スピンオフの落語会がございます。6月の24日、内田祝い町ホールでございます。19時開演。前売りが3500円、当日が3800円でございます。出演は立川こしら、霊霊者丸子、ゲスト、竜亭しがらき、そして広瀬さん交えてのたっぷりトークをお送りします。はい。はい、そして6月の2日、はい、朝日カルチャーセンター、この落語家に聞きたい霊霊者丸子さんと題しまして、講師、広瀬さんと、私丸子で、はい、前座修行、ね、これは必要か、落語家の差別意識というちょっと踏み込んだテーマでお話をさせていただきます。はい。6月の2日、19時からでございます。3740円、お申し込み方法はウェブで朝日カルチャースペース新宿、もしくはお電話で東京03-3344-1945、もしくは新宿住友ビル10階受付で、お申し込みください。そして私の芸能生活20周年の落語会、5月の20日、19時開演、内田祝い町ホールで行います。ゲストが桂宮治、柳屋わさび、春風亭昇也、3人を交えてのたっぷりトーク、そして私のたっぷり落語2席でお送りいたします。チケットはカンフェティで販売をしておりますので、検索よろしくお願いします。はい、はい、というわけで新日本の話芸のポッドキャスト、あっちゃんも来るよ、あっちゃん。